はい、それではラップを作ってみます。まず河原シュウインナーのウイニーミニを使ってラップを作りますので、最初にですね、ウイニーの3分の1の部分を斜めに切り落としてください。頭と胴体の部分に2つに分けます。次にですね、胴体の部分を縦に V の字型に切り込みを入れます。このような状態ですね。続きまして横にしまして、今度はカタカナのハの字型に切り込みを入れてください。で、胴体の部分は最後